い、どうも、始まりました。毎度おなじみ、ゆうご .tv。こちら、千葉県、旭市 JR 干潟駅から徒歩30秒ほどにございます。手作りアクセサリーの店、ラスター。こちらから、全世界中に配信しております。人生に役立つ情報を、ほぼ毎日、配信してます。今日も、一緒に、学びましょう。ということで、本日のお題は、今の友人を捨てる。こちらのお題を今から読んでいきたいと思います。友人の層が変わるということは自分が成長したということです。自分の周りに存在する人たちは自分が磁石となり引き寄せられた人たちです。学校では仲のいい人と付き合います。大学では気の合う人と関わったり勉強したり遊んだりします。それは自分に合っている人だからこそ付き合えるし、付き合っているのです。自分という磁石に合った人たちが自分の周りに存在しているのです。あなたの周りにいる友人の層は、つまりあなたの鏡と思ってください。比較的あなたにそっくりな人が集まっているはずです。あなたがあなただから、それ相応の人と付き合いができ、続けることができているのです。ですが、ここからが大切なポイントです。若い時は特に成長の早い時期です。思春期で自我に目覚め、個性を追求していけば自分の価値観が芽生えるようになり、成長もぐんぐん伸びてきます。すると不思議なことに、今の友人とは話が合わなくなります。付き合いを続けても違和感を抱くようになり、一緒にいることが苦痛になります。自分の性格が悪くなり、冷たい人間になったのではないかという錯覚に陥ることでしょう。しかし実はそうではなく、これはあなたが成長した証拠なのです。あなたが成長すれば必ず考え方や話し方が変わります。以前は音楽や流行の話ばかりしていたのに、大人になり人生についての話ばかりするようになると友人との話も合わなくなります。自分が成長して考え方や話し方が変われば、その考えや話し方に合った他の人たちとの付き合いをするようになるのです。以前の友人関係は捨てることになり、新しい人間関係に切り替わります。若い時期には一度は友人を捨てないといけない時期に巡り合います。それはあなたの成長が順調であるほど、ガラリと友人の層が変わります。成長すればそうなります。自分が成長すれば、いずれの今の友人とは話が合わなくなることは当然のことだからです。友人を捨てることは嫌いになったわけではなく、自分が成長した分、付き合う人の種類を変えるということです。こういうふうに変えるということなのです。今日の格言。成長に応じて友人の層を入れ替える。なるほど。間違いない。確かにね。ずっとガキの頃からつるんでる友達と、これからジジイになるまで一緒にいると思うと、無理だね。無理。飽きっぽいし、俺。やっぱいろんな、世界70億人もいるんだから、やっぱいろんな人と付き合い、そんないっぱい面倒だから付き合いたくはないけど、やっぱ、絞って、話が合う人はいいですね、やっぱり。自分の思考、まあ違う考えの人もいいかもしれないが、確かにね、年を取るにつれ話題も変わるし、なんか一緒にいてもつまんねえなって思う時とかやっぱありますよね。はい、ということで、引き寄せの法則、自分が変われば付き合う相手も変わる。なるほど、勉強になりました。また明日、バイバイ。